んにちは、コミです。あれ、ね、これえっと今急に思い立ちというか、今ショート動画を時々上げてました。でそのショート動画を撮ってた流れでそのまま、ちょっと撮ってみようかなと思って撮ってみているので、何の用意もしてなくてこれが上がるのかどうかわからないけど、お久しぶりです。こういう動画撮るのっていつぶりなんだろう。なんかだいぶ撮ってないですね。皆様いかがお過ごしでしょうかいや久しぶりにやってみるとめっちゃ恥ずかしい感じがありますけど、喋るってやっぱり難しいですね。離れてみると余計に、いやよくやってたなと思っちゃうけど、ちょっとこの5本針はあまりこう動画とかに向いてないんですよね。どうしても針先がどちらかっちゃうんで、この先端恐怖症みたいな方にはちょっとしんどい動画みたいな感じになっちゃいますので、これはラジオだと思って聞いている方も多いと思うんですけど、先端恐怖症の方はちょっと気をつけてください。とりあえずつけたもんでネタを特に用意してないのですが、なんかいろいろなところでいろいろな発信の方法をこう模索するみたいな感じでね、いろいろやってました。でちょっと喋るのが、できそうにないなみたいな期間もあったので、そういう時はね、声が入ってない動画とかもやってみてましたけど、まああれはやっぱり難しいですね。クオリティが全然上がっていかないなって自分で思いながらまあやってみないと分かんないからやってたけど、あとは文字で発信したりだとかしながら、やってましたが、どれがいいのかどれが楽しいのかちょっとわからない、まだ模索中です。なのでこの本当に思い立った今なら撮れちゃうなと思って撮ったんで、まあこれが続くかどうかもわからないんですけど、たまには動画を出そうって思っていながらなかなか出せないでいたりもしたので、まあそんな突然気が向いて撮っているという動画です。本日の手芸という感じだから、まあ今日今日これ編んでるよみたいな、そんなやつですね。で編み物がちょっとできない時期もあったんだけど、ちょっとずつというか触ってみようかなと思えて、で編みたい靴下は何かなとか、なんかそんな風にしながら編み物をする時間がまた戻ってきたみたいな、そんな流れで靴下を最初もう靴下編めるかなと思ってやってみた時に、模様編みか編み込みのを編みたい感じだったんですよね。で最初アラン模様かなみたいなので編んで、で
編み図見ないと、もう見ながらじゃないと編めないから、こう必死になってっていうか、そんなんで夢中になって、で進まないですよね、何も見ないで編むのより。だからゆっくりだけど、まあ、ちょっとずつその楽しむみたいな編み方ができて、でまあそれが楽しめたから、また次もみたいな感じでね、次のも編めたみたいなので、編み込みもやった、うん、でまあ課題が見つかった的な感じですね模様編みも編み込みも、まあ、ちょっとコツがねいるから、うん、次編むならちょっとここを気をつけてみようみたいなので、まあ、課題を見つけながらで、そう、何も見ないでシンプルなやつもそろそろ編めそうかなみたいなので編んでみて、それをショートに撮ったのかな、ね、なんかそんな流れです。ここ最近としては、うん、夜早く眠くなったりとかする感じで夜はあんまり編めない、うん、だから昼間の時間で編める時間に編むみたいなところでね、してるんですけど、なんかねやっぱり、まあ、せっかちなのもあるけど、やっぱり早く編み上げたい、編み上げようとしちゃうですよ。んで出かけないで出かけたくないんじゃなくて、なんか完成に近づけたくて早く、だから編み物をするみたいな、なんか編みたいじゃなくて、その完成させようとするみたいなこう気持ちがどうしても出ちゃうのを、ああこれねーって思いながら、でまあそんなことをやったけど、出かけなかったとしてもやっぱりずっと編んでると疲れちゃうから、そんなに進まない思ってるほどで、でも仕方なく出かける日、出かけなきゃいけなくて用事があってみたいな時とかね、そういう日の方が逆に編む時間が短いけど、その短い時間にすごい集中して編めて、あれなんか今日の方が進んでないみたいなこととかの発見も、まあ前から知ってたんだけど、それはね、それをなんか再確認するみたいなこともあって、だからまあ早く完成させたいっていうのはやっぱあるんだけど、うん、なんかその編み物を中心にしなくても平気じゃないって、まあ編みたいだろうけど、出かける用事があるなら出かけるでしょうみたいな、なんかそんなことを思って。なんていうか、自分にその制約をかけるというかなんかそういうところが良く分かった。前から気がついてたけど、まあそのどんどん編んでどんどんアップするみたいな、なんかそういうのにとらわれてたみたいな、なんかそれがよく分かって、だからまあ今の楽しめてなかったみたいなね、前は。で今はそう、今もそうなりそうになって、いや楽しくないならやめなみたいなね、楽しみながら楽しみたいんでしょみたいななんかもう普通当たり前、趣味なんだし楽しいから編む決まってんじゃんって感じだけど、そう、なんかそういうの編み物ならではなのかもしれませんね、もしかすると。
そのクロスステッチもね、あのハマって、今最後のやつまだ完成してない、もうちょっとで完成なのにちょっとほったらかしちゃってるけど、ミシンとかもなんか時間はそんなにかからない。クロスステッチはちょっとかかるけど、なんかね、その編み物の特殊性を、うん、まあ、感じている。そのなんか編み物しない人がね、編み物をしてる、編み物をする人のことをちょっと信じられないみたいな、変態の趣味じゃんみたいな、なんかそんなのを聞いたことがありますけど、それなんかその通りだなっていうかあの靴下はね、そんなに時間かからないですよね。あのどんどん編めばそんなに大きなものじゃないから。でもセーターだったりとか、まあ、ストールだったりとか、そういうのっていうのはね、時間かかるじゃないですか。でこうやってちまちまやるものをこうずっとやってられるみたいなのは、やらない人からするとなんでそんなことやるのって思いますよねやってる人はもちろんそんなこと思わないけど、やらない人からすると不思議な世界なんだろうと思うけど、やっぱりそうなんだと思う。不思議な世界なんだと思う。でもその魅力はもちろんあって、その編み物好きな人は、まあ、その魅力を知ってるからね、やるんだけど、不思議だが、不思議な趣味だと思うなって思いました。私はやっぱり靴下が好きだなって、あのそれも確認できた。他のものでも編みたくなるもの、あーこれなら着るかなとか思うのもあるけど、でも編めるこれなら編めるかなっていう感じだから、編みたいとかじゃないよね。で別にそんなに着たい、着れるな、だから着たいじゃないだからあの強烈に編みたいっていうものでもない。でも靴下は、靴下が好きなんですよね。私は手編みの靴下というか靴下が好きなので、だから履きたい、履ける、履いてていいっていうのと、まあ編んでてもそんなにこう負担にならないというか大きくないからみたいな気がします。なんかソックニッターって言葉がね、あるのも、靴下ってなんか別なのかなって。靴下編みが好きな人、まあそれぞれ好きな理由はあると思うけど、なんかやっぱり他のものと違うのかなみたいな気もちょっとしてます、でまあソックニッターと名乗ったからとて他のものは編まないよってわけじゃないしね、何も考えてないとなんかちゃんと話ができているのか不安になるわうーん、靴下をこの模様編みじゃなくてシンプルなやつを編むときに、自分がゆる手だっていうことを、あ、ゆる手でも全然いいんだけれど、なんかね、あの違う、多分そのレシピと同じ針で編んでは出来上がりが違ってくるですよね。でそれを合わせるためにもちろん目数を調整してもいいけど、まあ、針で調整してこういい感じのができるのかとか、あ、やってみたいなーって思ってたこととか
あったけど、まあ結局やれてないことがたくさんあって、なのでそんなのもあって、あの細い針で靴下編んでみるみたいなのをやってみたんですよね。で2ミリでこの間編んだやつは、いい感じだったんですよ。60目だったっけ、いわゆる一般的に靴下の本とかに出てる目数って1周60目とか、レディースでね。それで2ミリで編んで、ちょうどいい感じになって、あ、じゃあやっぱり私は 2.5 ではあれなんだなって、そのね、もちろん緩くなっちゃうんだなみたいなので、でその2ミリの編み目がなんとなく、あ、いいじゃんっていう、いつもの自分の編んだものと違って見えるしね、余計にその 2.5 と比べるとだいぶ違う。で 2.25 でも編んでみてはいたのかな、っていうのをこうやってみたかったのをやれてよかったと思って、でこれも2ミリですけど四角い針なんですよ。で、それもどうかなーって。四角い針の場合、一つ号数上げるとか書かれてましたよね。確かね。で、だから 2.0 だと、2.0 の下のを編んでいる感覚になる。ってことでいいんでしたよね。まあわかんないけど。で、こう一個片方編み上がってて、これも60目なんだけど、割とフィットする感じに編めたんですよ。で、前にこれ 2.5 とかで編んだ時は、やっぱりゆったり履く靴下みたいな感じで出来上がって、あ、それはそれでいいんだけど、で、やっぱりかかとの計算しなきゃいけないとなると、目数変えるのめんどくさいなみたいになっちゃうから、ね、針変えてできるんだったらいいよなぁと思ってってね、そうやってみたかったことをやってみている感じなんです。今そんな風に過ごしていますけど、なんか韓国ドラマ時代劇、ちょっとセーブしてたものをセーブやめて見たいものを見ようみたいなので夢中になって見ているから、朝ドラも録画してるけど全然溜まっちゃってて見てない、スタジオすら見てない。なので動画もあんまし見てない。YouTube ね、あんまし見てないし、なんか世の中の流れとかは全然余計知らない、前から知らないっていうか、あんまり気にしてない、チェックしてないでいたけど、本当今はなんか全然把握できてない。なので編み物の世界でなんかねブームになっていることとかあったりするのかもしれないけど全然知らなくて、まあそれはそれでいいんですけど、私はそういう感じだから。で毛糸もたくさんあるので、まあもともと買いたくなるタイプじゃないから買ってないしね、お店でなんかどんなのが出てるのかとかも知らなくて、そんななんかちょっと浦島太郎的、浦島太郎とは言わないな、なんかこう自分の世界で生きているみたいな。いやだからあんまりそのドラマとか映画とかこう誰かとこう語り合いたいとかあんまないんだけど、その見終わったドラマの余韻がものすごい長いんですよね、時代劇って。直近で見終わったのは帝王の娘スベックヒャンなんですけど、
初めてかもしれないな。最終話を、2回見てしまいました。そもそも漫画とかも本とかも映画とかも何でも2回目ってあんまり見たり読んだりしないですよ。だいたい1回でいい感じなので、いや時々あるんです。今覚えてるのは半分青いって朝ドラの最終回は何回か見た、最終回の1個前だったかな、は何回か見たみたいな、なんかそういうのは時々あるんだけど、まあめったにない、珍しいだけど、スペクヒャンの最終回は見てしまいましたね。なんかそれぐらいすごいインパクトが、長い間お話だから2点3点いろんな展開がありつつも、そこにこうなんか反応していく自分で、最後どうなるんだろうみたいなのもあったりしたけど、あーってスペキアンは勧められたのは覚えていて、何人かの方が前に聞いたことあるんですよね。なんかおすすめの韓国ドラマありますかみたいなので、スペキアンって言った人は何人かいた気がするのね。だけどなんかなかなか見る気にならなくて、まあでも話が長いっていうのもあるけど、まあすごかった、見てよかった。ドラマを純粋に楽しむっていうのももちろんあるんだけど、その見ながらなんかすごく考えさせられる、そっかって自分に置き換えるとか、なんかそういうことがたくさんありました、スベクヤ。だからね、見てよかったと思うんです。ここのところ靴下、リングを使わず、まあ、カウンターは押してるけど、カウンターも多分忘れる時があって、長さ何センチね、やってます。で、まあ、これは、ゴム編みは何段って一応数えて、こう、右左合わせなきゃいけないので、数えてて、で、片方編むとき、本体の部分も、一応カウンターは押してたつもりだけど、ちゃんと全部押せたかはすごい自信がないぐらい忘れてるかもみたいな感じの大体のカウントで、あとは長さ何センチ編んだら次かかととか、そんな風に記録はしていて、で、これの前のが模様がぴったりあったんですよね。これの前の前か。で、その何センチって測るのも、ね、右左合わせるやり方として良き。で、まあその何センチっていうのを見ながら模様で合わせていく、右と左。っていうのもありかと思って、これの前の前か、ぴったりあった。で、これの前のは、何センチ、何段、何段もだからね、ちょっと信用できないけど、それで合わせてみたら、色がちょっとずれちゃって、1段ずれちゃってるっていうことになったときに、まあその段数なり長さよりも、色を合わせるっていうふうにして、揃えたんですよ。そうだから、そういうやり方もありだなーって思いながらね、なんかまあそんなこともやってみたかったことっちゃやってみたかった。今まであんまり合わせてこなかったんですよね、右と左で。こういう段染めとかだと内側から取った糸で編み始めるのが片方と、外側から編み始めるの
が片方とみたいな、そんな編み方したりして、わざと右と左を合わせないみたいなことをしてきたから、そう、あの、柄合わせをして編むっていうのも、まあ、ちょっと新鮮、私の中ではね。うん、お腹が鳴っちゃってるんだけど聞こえてんだろうかね。でそうね、これを編む前のも金属で編んだんですけど、まあ、そこもその金属じゃないものと金属の違い、金属じゃないもので編むことの方が多いから、金属だとどうなんだろうっていうのも気になってて、でそうこの間買っちゃったニーナメタル、まだ針買うのかよって感じで、自分でも笑っちゃったけど、で一応今9段って10段にしたと思うんです。ちょっと今メモをここに持ってくるの忘れちゃったんだけど、でも合わせてみてね、同じだったらいいかな。で、このしましま、しましまっていうか段染めになってるところが最後の1段。ゴマ編みのね。だから、あと1段で10段だから、多分あと1段でちょうどいいんだと。こっちの片方と同じ風に編めてるんだと思うみたいな、なんかそういう感じでやってるんです、なんかね、前に編んだやつで、でそれリング使ってたはずなんだよな、あのね、ライブ配信しながら編むことが多かったから、やっぱりカウンターは絶対忘れるし、リングならば違いは少ないっていう意味でリングばっかり使ってたから、段数の違いはないと思うんだけど、まあ両足同時編みじゃなかったのもあるのかな、手加減が違ったのか段数が違ってんのか分かんないけど、あれ長さ違くないって履いてみて、右と左で、その編み上がった時は分かんなかったんだよな、そんなに大きな違いじゃないんだけど、履いてみたら、え、なんか違うよねみたいな、でなんかそれもちょっと考え込んで、あのちょっと編めない時期にね、靴下、自分が履いてた靴下が結構あの下手っちゃってきて、でわー今靴下っていうか、これから私靴下編めるのかなとか思って、今まで編んだやつをちょっと履けるやつあるかなって探して、で履いてみたら、なんかあ、こんな長さ違うわと思ってギョッとして、でちょっと落ち込んで、なんかあれって、でなんかそういうの、もちろん手で作ってるものだし、毛糸は伸びたりするからぴったり同じになるわけはないと思ってるけど、なんかやり方ないかなみたいなね、思ったりしてて、そんで長さでやろうって思ったのもあります。何段も目安にはなるけど、何センチで右と左ちょっと合わせてみようみたいなのも思ったっていう感じなんです。これ重みも終わったら次メリアスなんだけど、あの片方、最初の片方の時はやっぱり目安が欲しいから何段で数えていたんだけど、もう片方は見上がってて、まあ、これに大体合わせて何センチだったり柄だったり
中でしょ。ここからメディアスにしますが、あとはどんどん編んで、もう片方と合わせるみたいにします。そうだから最初の片方だけはちょっとカウンター使ったけどっていう近況報告的な動画でした。飲み物も用意してません。本当に消灯を取った流れでそのまま取っているので、なんかただ喋ってるだけの動画になりましたが、本日の手芸また撮ることがあるかもしれません。はい、やめると言い切る感じではないので、撮るかもしれません。またぜひ動画上げてねと思う方はぜひいいねボタンをください。これ本当ね、分かりましたよ。なんかね、励みになるっていう、前から思ってましたけど、承認欲求じゃんって思うから、あんまりこうくださいっていうのもなと思ったりはするけど、でもやっぱり一人でこういうのやってると、バッカじゃないの、誰も見てないよっていう声も聞こえてくるんですよ。自分でこう自分を落とす感覚持ってるので、いつもで、そんな中で、いいねっていうボタンがいただけるのは本当に、あ、大丈夫、見てくれてる人いるみたいなそんなところで、見たいと思ってくれる人がいるのなら次も撮ろうというモチベーションにはなるなーってすごい思うので、もしまたね、動画上げてねと思う方がいたら、ぜひぜひいいねボタンを押してください。お願いしますそんな近況でございました。ただ暖かい日もね出てきましたが、また寒さもぶり返すみたいなことも言ってましたし、春に近づけばなおさら気温差がこう出てくるので、気をつけてお過ごしください、健康が一番です。本当に強く思います。はい、ということで久しぶりでしたが、靴下編んでる動画となりました。ではまたお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。バイバイ。